ギャビー・ハートネットは、アメリカ合衆国ロードアイランド州、ウォーンソケット出身のプロ野球選手、右投げ右打ち。ニックネームのギャビーは、物静かで控えめな彼に、チームメイトが皮肉を込めてつけたあだ名である。14人兄弟の長男として生まれた。1922年にシカゴ・カブスに入団、1年目31試合、2年目は85試合に出場する。保守ながら、 フィールディングに優れており、怪我で出場できない試合の多かった1926年や1929年を除き、1930年までは、視察、補察、閉殺の数がリーグ最多を記録したことが何度もあった。また打撃面では、1925年に24、本塁打の成績を残した。1929年に怪我でほとんど試合に出られなかったことが、 契機になって、1930年以降は、怪我をしないプレーを心がけるようになる。同年、打率、339、本類打37本を放って、聖保手の座に帰り咲き、以降1937年まで、毎年100試合以上出場と、安定した成績を残せるようになった。1932年に、聖保手としては、初めてのワールドシリーズに出場。 翌年から始まったオールスターゲームにも6年連続での出場を果たす。特に1934年にカール・ハッペルとバッテリーを組み、ベイブ・ルース、ルー・ゲイ・リュック、ジミー・フォックス、アル・シモンズの4人を連続三振に打ち取った試合は有名である。打撃面では、このほか1935年と1937年にそれぞれ打率。 344、34 354を記録し、首位打者争いでリーグ3位となる成績を収めた。1938年からは3年間カブスの監督を兼任、監督兼任の最初の年、カブスはパイレーツとの激しい優勝争いの末、ナショナルリーグを制覇した。1941年にジャイアンツで現役を引退する。その後は百四十六年まで、 マイナーリーグの監督をしていた。1955年に記者投票によりアメリカ野球殿堂入り選手に選出。1960年代には一時期カンザスシティアスレチックスのコーチ及びスカウトを務めていた。1972年、観光編のためイリノイ州にて死去。1938年9月28日、本拠地ビグレイフィールドでハートネットが放った。 ホームランは、球死に残る一発となった。この日、カブスは0.5ゲーム差のシー・パイレーツと優勝を争う試合を戦っていた。試合は5対5の同点で9回裏を迎えたが、日没が近づいてすでに、あたりは薄暗く、このまま9回を終われば、日没で再試合とするはずだった。2アウトツーストライクから、ハートネットが打った打球は、夕闇に迫るスタンドへ。 この劇的なサヨナラホームランの3日後、カブスはパイレーツを逆転し、この年のナショナルリーグを制覇した。ありがとうございます。